いつかできる。いつかできる。宝箱があるな。ああ、どうやら区切りのようだな。これは薄もやが出始めたか。結社の使徒第70、鋼の聖女アリアン・ロード。やはり似ている。2年前のローエングリン城での後ろ姿に。
製の協力者たちが挑んでくると思っていましたが、意外な代役となったものですね。大人げないとは思ったが、一応かつての居城なのでな。これ幸いに出張らせてもらった。オーレリア・ルグイン、見知りおき願おうか。結社第七使徒、鋼の聖女殿。黄金の羅刹、オーレリア将軍。ヴァンダールとアルゼイドを極めしその名、耳にしています。なるほど、実物は噂以上ですか。こちらこそ、伝説が伝え聞きし以上であること、嬉しく思う。だが、その兜はいただけぬな。もはや倒壊は必要あるまい。その面を取ってもらおうか。ブレナ、戻ってきちゃったか。厄介ね。ま、今更だけど。なかなかの気当たりだ。だが邪魔をするな。私が彼女と話をしているのだ。なるほどな。羅刹の異名、伊達じゃないわね。マスターの素顔は強者のみが拝見できる栄誉。あなたがどれほどの強さだろうが、証を立てなければ。まあ構わないでしょう。あ、これは。綺麗。槍の聖女、リアンヌ・サンドロット。伝わりし逸話と寸分の違いもなさそうだな。残されし数多の絵画よりもなおでエロか。ランスの方は一層期待できそうだな。ええ、そのシンクの宝剣くらいには。デュバリー、アイネス、エンネア、全力を出すことを許します。イエス、マスター。お待たせしました。教官、皆さん、聖女に羅刹ですか。マジかよ。これはとんでもない勝負に立ち会えたね。さあ、互いに死力を尽くすとしましょう。火をつかめ、ノーブルライズ。行きますよ。返させてもらう。はい。ミロクだ。早く。今だ。もらった。行くぞ。やるな。だがここからだ。敵機体が踏まえ、とくと見よ。梅雨払いをさせてもらうわ。行きますわよ。行きますよ。
行くぞ。あれ、崩れたぞ。みんな力を貸してくれ。心得た。了解。私の番ね。切り刻め。チャンス。やるな。私の番だな。我が剣、受けてもらうぞ。良き戦いであった。よし、掴んだ。やったわね。まだいけるか。まだまだこれからだ。当然だな。やったね。これが極みか。まだまだ未熟ね。まさかマスターが。膝を突かれた。ありえませんわ。武の司教、帝国史に残ってもおかしくないほどだね。正直驚きました。今のあなたはかつての私よりも強い。悔しいですが認めざるを得ませんね。聖女を超えたということか。存命時のあなたより弱いは重ねているからな。そして私が届けるのはここまでということか。ええ、ここから先は大いなる位置に関わりし者の領域。何？その言葉は。あの無限回廊の果てで耳にした。灰の起動者リーン・シュバルツァー、そして準起動者たちよ、覚悟はいいですね。望むところ、ここからが本番だ。ユーナにクルト、アルテナ、アッシュにミュゼ、ユーシスにミリア、ガイウス、サラ教官もどうか力を貸してくれ。バリマール！ティーター、お願い。ヘクトル、ケストレルを頼む。現在地ビーコンで補正します。おお、ブーストキャリア展開や。ドライ、ツバイ、アイス、ヌル、
ヘクトル2型、ケストレル・ベルタ、リフトオフ。おお、悪くない手際だ。リン君、みんなも頑張って。内戦の時よりも鮮烈な。私も認めてもらえるなんて。あーちゃん、頑張ろうね。はい、教官たちの力になるためにも。伝えた通り、あの機体は空間を操る。何をしてくるかわからない。様子を見つつ連携するぞ。いいだろう。了解しました。行くぞ。そこだ。はっ、私の番ですね。はっ、チャンスです。続きます。俺の番だな。ふっ、崩れたぜ。もらった。あんたは下がってな。ここは私たちにお任せを。はい、お熱いですがご容赦を。もらった。
チャンスだ。モラちゃん、何か来る。リーン、警戒するがいい。そこだ。聞いているな。このまま押し切るぞ。悪くねえな。よし、やった。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。見事。やった。
アッシュにミューゼもよくやった。よかった、これで。ミューゼちゃん、すごい。アッシュもさすがだな。やるわね。うむ、さすがに認めざるを得んな。まあどちらに転んでも勝負は落着した。ならば敗者の側としてせめて話をしてもらおうか。サザーランとクロスベルに続けて今回のラマールで3度目となる実験、その真の狙いとその先にあるものを。ええ、まさにそれが最大の疑問だったところね。確かに用済みになったはずの機体をパワーアップしてまで出してるし。減塩計画の奪還、それの意味するところでも良さそうだね。本来使えるはずのない神器たちの奇跡の力、クロスベルでは作られし司法がその奇跡を可能にしたという。しかし司法はただの人となり、奇跡はもはや誰にも起こせない。ならば不完全とはいえ、三度にわたりそれを可能にしたものは何だ。ほう、ガイズ。いきなり何を。トールズの七組、大した器が育っているようですね。ですがここまでとしておきましょう。みんな、よかった、無事だったか。これは霧、まるでレグラムみたいな。いでよアルグレオン。それは同じ動きか。全ての試しの結果が出ました。深淵殿の意を組むか、それとも組み替えるか、その時は近い。それぞれ答えを出しておくと良いでしょう。敵対撤収、行きますよ。行くぞ。疑問は後よ。晴れたぞ。今の映像は。広域レーダーの反応は。アガットさん、怪我してませんか。そっちも無事だったみてえだな。はい、ガキじゃねえんだからそんな簡単に。いやー、ほんとラブラブだね。やはりそうか。これは王子殿下にご報告しないと。はあ、結局出番はなかったか。団長、この後どないします？
リーズヘッグの連中とどこかで飲むとするか。結局稼がせてやれなかったから、おごってやってもいいしな。ゼノ、レオ、先に行って伝えてくれ。了解だ。そちらはどうする？いや、遠慮しておこう。なんや、久しぶりやのに釣れないやんか。まあいっか、また今度な。なんだ、知り合いだったのかよ。さあな。しかしこう出番を奪われると体がなまって仕方がない。同じ身の上、そのうち手合わせ願いたいものだな。生身でもそれ以外でも。なあ、俺は構わんぜ。クロスベルにおける動力ネットとプレロマ層の関係、それに近い状況が帝国において大規模に再現されつつあるわけか。ならば鬼神という存在とあやつが残した研究は。方々よろしいですな。現公爵の罪状はほぼ確定。極刑は免れたとしても二度と復帰は叶いますまい。ならば早急に次期公爵を推挙する必要があるのです。四大名門を揃え、貴族全体が生き残るためにも。どうしたのだ、分かっているのであろうな。わしは海燕を継ぐ唯一の。こたびの件、そして度重なる公費の私的乱用、四大名門の現当主並びに当主代理として結論しました。バラット公、次期公爵候補から貴公を正式に外させていただく。それではお入りください。失礼します。あの娘は。オーレリア将軍、来ているとは聞いていたが。なんだ、どこかで見たような。もしやその顔。現公爵クロワールド海燕がメイ、ミルディーヌ・ユーゼリスド海燕と申します。お久しぶりですね、王子様。公子アルフレッドの忘れ形見か。
まあ、現海援校の兄君で海難事故で亡くなられたという。ふざけるな。こんな茶番認められるものか。それでは方々、採決をお願いいたします。こちらの公女ミルディーヌ殿を次期海援校に推挙するか否かを。よきかな。異議なしだ。それではご挨拶の代わりに最後の議題を追加させていただきます。帝国政府からの圧力と彼らが帝都の下司祭以降に進めようとしている計画、すなわちカルバード共和国への侵攻と国家総動員法への対策について。短かったがなかなか有意義な遠出だった。私は一足先に戻るが、袋の計画に問題はないな。はっ。一日延びましたが、帝国通りに帰還できるかと。私も戻って各種分析を始める。帰還までにサンプルの選別を進めておくがいい。弟子ヤンゴ。それでは閣下、くれぐれもご総研で。いずれまた。ああ、よもやま話はその時にでもするとしよう。それでは方々、さらばだ。
それにしても各地での結社の実験とやらはここに来て極まった感があるな。そうね、聖女のあの言葉、そして最後に現れた白銀の影が。全ての試しの結果が出ました。深淵殿の意を汲むか、それとも汲み替えるか、その時は近い。それぞれ答えを出しておくと良いでしょう。両兵王の期待と仮面の期待に続く3体目、試しに組み替え、相当重要な意味がありそうだな。そもそもあの3人が似たような機体を使ってるっていうのも変だよね。結社と黒の攻防、対立する組織に属してるわけだし。いずれにせよ今後も備えは必要ということだろう。旧7組としての約束、果たすべき時が近いのかもしれん。卒業前のあの約束か。俺たち旧7組が全員で集まるには確かにいいタイミングかもしれない。うんうん、こうしてガイウスも戻ったわけだし。ああ、まさに風の導きというものだろう。日時が決まったら私も参加させてもらうわ。私たちもジョルジュ君と集まらないとね。ああ、それが叶ったらリン君たちのところに乱入させてもらうとしよう。喜んで。眩しいね。お前さんもちょっと羨ましいんじゃないのか。まあな。だがこちらも似たような約束はしていてね。旧7組全員の集結ですか。なんかすごいことになってきたわね。ああ、聖女との対決といい、なかなか背中が見えないというか。何を言ってるんだ、君たちも同じ7組だろ。今回の一件、君たちの力がなければ解決までには至らなかったはずだ。次も何かあればぜひお前たちの力を貸してもらいたい。7組の同輩としてな。光栄です。ちょっと照れますけど。四大名門の当主代行がそこまでおっしゃってくれるとはな。喜んで力にならせてください。あーちゃん、次は一緒に戦えるといいね。考えておきます。仲間に教え子。つくづく恵まれた男だ。そんじゃあね、リン、今回もろくに話せなかったが、次の機会があったらよろしく頼むぜ。ええ、もちろん。こちらも頼りにさせてもらいます。アガットさんも今回はどうもありがとうございました。よせっての。そもそもこういう切った張ったをするために帝国に来たんだからな。お、どこかのお姫様を守るために来たんじゃないのかい。ランディ教官。ランドルフ、てめえ。ほんとラブラブね。羨ましい個人だな。あんちゃん、本気で悔しがらないの。えい、帝国だ。いつまでも喋ってないでとっとと乗り込むがいい。
現スレイプニル。観測機器の回収を完了しました。グロリアスにて補修、解析を開始するとのことですわ。ご苦労です。彼らからの伝言は？は、道化師殿は一度戻ると。戦記殿はノルディア方面へ、豪炎殿は適当に、だそうです。そうですか。我らも小休止としましょう。しばしの間交換に紛れ待機を、追って沙汰します。イエスマスター。やっぱりおかしいですわ。あの方に見出されて8年、あんなこと一度もなかったのに。父母の仇を取らんとする娘を殴ろうとする愚劣さ、どうしがたい。せめて一対一となるよう間引かせてもらいましょう。そんな我らですらあの影の存在を知らなかった。だがそれがどうしたというのだ。どんな事情があってもマスターはマスターよ。私たちはただ信じましょう。ええ、相変わらずじゃの、リアヌ。20年ぶりですか。随分と可愛らしい姿になりましたね、ロゼ。眷属を分けたのでな。ま、片方は散ってしまったが、ロリーなのも悪くないじゃろ。ええ、元のあなたも素敵でしたが、その姿も愛らしくて良いかと。ドライケルスが見たら何と言ったか、ちょっと気になりますけど。はっ、あの牧年人のことじゃ、気の利いたことは言わんかったじゃろ。なんだろぜ、いつの間に縮んだんだ。くらいしか思いつかぬわ。いかにもいいそうですね。担当チョークニューニと、ビータをどうするつもりじゃ。知性どもの黄昏と結社の原因、目的も背景も異なる二つの計画に、いかにして白黒をつけんとする。深淵殿なら心配ないでしょう。協力者たちも傑物揃い、厄介な相手となりそうです。そして大いなる黄昏と幻炎計画については、250年前のあの日、それまでには答えが出るでしょう。バカ者が、惚れた男への義理か知らぬが、ビータといい人の気も知らずに。
今はエマとセリーヌ、灰の小僧たちに託すしかないか。1年ぶりか。違っていたら煉獄行きは確実だろうね。やっぱりか。血の匂いしかしない。死牢ではなく、ましてや仮死状態でもない。骨格や関節までも再現した精巧なダミーというわけか。気づいちゃったんだね。ああ、あの時あいつの葬儀を手配してくれたのは君だった。青の鬼神を軍に引き渡した時も技術者として同行していた。そして大陸各地の工房巡りの最後にコネを利用して共和国のベルヌ社とハミルトン博士を訪ねたそうだが、すでに博士は共和国から離れており、君の訪問記録がないことも分かっている。そういえば君のお師匠様は中央情報省の室長だったか。迂闊だったな。まさか直接確認されるなんて。この3ヶ月何をしていたんだ、ジョルジュノーム。あなたは。そうか、この顔に見覚えがあるのか。確かに何度か顔を合わせたことがあったかもしれないね。始末しなさいゲオルグ、彼女は知りすぎてしまった。ジョルジュ、君は。最高点か。大したものだ。